美しい光、私を導く一筋の光、美しい水、美しい糸、駆け巡り満たす、その答えと出会う。私に眠る美しさ。美しい糸は美しい水で満ちあふれる。フォンスキンがもたらす肌ごたえ。フォンスキン。ですね、久しぶりに日本に来てすごく嬉しいし、そして今年は、いろんな日本での仕事があったんですけれども、今回にフォンスキンという新しく化粧品のモデルになってすごく嬉しいし、今日すごく自信がある商品を紹介することができるのですごく嬉しいだと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ナレーションも担当されましたね。いかがでしたか？ナレーション에대해서되게재미있는에피소드가있었는데아무래도그한국인으로서발음을정확하게해야된다는프레셔가조금있었던것같아요특히녹음하면서는우츠쿠시라는그문장을되게신경써서녹음했던기억이납니다우츠쿠시와다메됐어요네そうですね、美しい美しい、でもすごく素敵にナレーションも、はい、入っておりましたので、そのあたりも皆さんにぜひ注目していただきたいと思います。그촉촉함을표현하기위해서물과함께세트에서물이준비되어있는스튜디오에서촬영을했었는데아마그부분이가장촬영하면서도쉽지않은부분이었기도했고이화장품의세계관을가장잘표현할수있는아름다운수분과물이가장좀촬영하면서신경을많이썼던기억이납니다ほかにもどんなことを気を使って気を使われましたか？ほかにですか？はい、ほかにどんなところを気をつけました？何か気を使った点とかありますか？気を使ったかな、はい、やっぱり자기자신의관리라고생각하는데 아무래도제스스로가내면의진정한힘을표현하기위해서그세계관은어떤것일까내면적으로상당히많은고민이있었고또촬영할때에는촬영을하기한일주일전부터굉장히관리를했었던기억이납니다팩도하루에한번씩했었고제자신이세계관을표현하기위해선그런존재가되어야된다고생각했기때문에요実際に撮影現場で大変だったことというと何がありますか？大変ということですね何があるのかな그현장에준비되어있는그케이터링이있었잖아요그메뉴로떡볶이가나왔었는데스태프들은되게맛있게먹었지만저는이제아무래도계속관리를해야되니까그저쳐다보는것만으로만족했던게大変なことじゃないのかなと思ってます。それは大変でしたね。정말맛있게먹더라고요。本当に美味しそうに召し上がってました。다행히끝나촬영이다끝나고는안전하게차미스를마실수있었어요そして終わってからは安全に茶味噌も飲むことができました。そして撮影の時に何か一番楽しかったこと何か終わりですか？思いつくことありますか？これは楽しかったなということがあれば教えてください。촬영하면서재미있었던에피소드는그아까말씀드렸던것처럼바닥에많은양의물이있었고그물을밟고그위에서촉촉한수분을표현하는씬이있었는데그때사실구두가두개가있었어요하나는그촬영용예쁘게잘보일수있는되게비싼구두가있었고하나는그보이지않을때신는아주저렴한구두가있었는데제가성격이되게급해서그비싼구두를신고물속에들어갔었을때에
그 스태프들의 놀라는 표정과 부담스러운 그 시선이 좀 더 열심히 해야 되는구나라는 이유를 찾을 수 있었던 기회였던 것 같습니다. 그靴はその後大丈夫でしたか? 아, 버렸을 거예요. 다분 捨てたと思います. 本当にさまざまな才能に恵まれ大活躍中のチャン・グンソクさんなんですが、実はまだまだ秘めた才能が終わりじゃないかと思いまして、今日はパネルにあらかじめですね書いてきていただきました。それでは発表していただきましょう。チャン・グンソクさんのまだ眠っている才能はこちらです。どうぞ読んでいただけますか。自信感ですよね。自信感。결국아름다움이라는거는내면에서나오는자신감이라고생각을합니다저역시도이제곧데뷔30주년이되는해인데여전히카메라앞에서일을할때많이긴장이되고또나의판단이맞는건가라는고민에앞에서작아지기보다는제자신의자신감을믿으면서앞으로도일을하고싶다는생각이가장큰것같습니다여러분도진정한힘을각자다갖고있다고생각합니다그힘을충분히믿으시고하루하루힘내주시기바랍니다はい、コロナのせいで軍隊から卒業してまだ2年ぐらい間日本に来れなかったんですけど今年は特にいろんなイベントで仕事で行ったり来たりしながら頑張ってみました。さっき皆さんに話したいことは、まあ、今年も本当にお疲れ様でした。そして来年も新しいドラマの放送も始めるしなのでまだ自信感があるチャン・グンソクをもともと信じてください。そして来年もよろしくお願いします。